はい、でしょうかね。そうですね、さっきのねストリートファイターリーグのかける板残戦、うん、そうですね、あれみたいなことがやっぱり対空の精度あってことの戦いだったんで、うん、さあ見ていきましょう。完全にこのベガ側が、まあ、爆弾処理をするような、そうです、ね、爆弾つける側なんですけど処理する、そう、爆弾処理を強いられる、つけました、さあマインをつけて、いや投げて、これもう一気にヤバい展開、やばい、掴んできた、やばいっていうレベルじゃないですね、これ。さあ、ボラードがボラボラと、はい、ボラ2が、そうですね、うまい、飛んでいる、さあ、マインをつけた、石井さあ、勝ち抜いて、そろそろ2ゲージ溜まるぞ、ダブル2から踏んで、OD して、SN2 リサル、あります、パニッシャー、これ見えてましたね、このリサル。さあ、上海には見えていたこの青写真、見事に勝ち切り、これは難しいコンボなんで、よく決め切ったなって感じです、はい、差し返す、お互いタッチキックが強力な両者だが差し返す、大志、ボラードどうするか、結構組み合わせ的には、かけるもやっぱしゃがみ、ベガのしゃがみ空気かなり使ってましたよね。おっと、これうまく、にしていた、ラッシュグツキから。一気に勝敗が溶けてしまった。82秒残し。ラッシュ頭突きの持続はまずい。あれまずい。やばかった。中距離。で、お互いこの中キックに対しての対処っていうのがまず最初出ましたんで。そうですね。投げているのは勝敗のベガ。ボラド。攻めるね。どうするか。あるんだよ。SS3 がでも関係ない。打たれてもいいと思ってます。いつでも回せるが、うん、シャオハイとしてはバッチ来いというところ、はい、よっと目の前ギリギリと止まった、打ってくる、突きはさせんと、うん、まあスクールだったりいろいろある中でやる、これはね、やっとこれは打ってしまった、まあ勝負だったですね、まあ、削りがあったんでね、うん、そこはもう何か何か選択する必要があったかなというところでしたが、まあ、シャオはやっぱり序盤に攻めて SS3 食らっても結局置き攻め状況悪いんで打たせに行くっていう動きをしてから展開作れました。ただやはりシャオハイならこの爆弾処理も辞さぬというのは見えた、はい、やっぱそのどうせダブルアップでしょうに対しての SH が見事でしたよね。まずさあラッシュズツキに対してはマジレスジャストパリー、ただバックステイ、ここも読んでいる、さあマインをつけて今度は俺の番だと言わんばかり、ボラードをどうするか、受けている、そこからの刻み、ダーバウンドした、でかい、うめえ、ダーブスキ入っている、無理やりだ、こじ開けましたね。そうですね、バウンドから苦しい状態ではあったんですが、ただやっぱり1回でも捕まると、まあ、その今みたいなね倒しきれないとやばいことになるの、もう本当になりますね。さあここも強スクリュー補正切りの形、ラッシュダイヤシそこからガード間に合った、ハンターもダブルによく見ている、うん、カウンター確認しっかり打撃タク、やべえ、マインがついてる、そうしながら絡んだよ、もうこの辺のさて爆発するがその前中足当てた、これは3ゲージはかなりボラードは使い出があるんじゃないですか。そうですね、しかし空対空、体力リーダーボラードは左側バーンとしているが、ゲージは3つある、2回転がある、あ、さあどこだこれは、捕まえた、ダブル2のスキー垂直から打ち飛んだり、素晴らしいですね、まあ、確定はしてはいなかったですけど、いい選択でしたね今のは。さあこれで1-1、中継の差し合いから始まる両者の対決、はい、シャオハイはここではそのダイヤシーサーンコイックによる差し返しというよりもリターン重視のこのダブル2に確かにとしてますね。タケルはあの局面でしゃがみ強キックをかなり打ってたんですけど、そうでしたね、はい、ダブル2からかなりパリーを狙っているかボラード、しかし大ファン一つでラインを上げた、はい、中足ラッシュ、さあ画面端を作りながらここで倒し切りたい、またもやバード、よっと危ない、いいバックアップ重なってなかったが踏んでいる、うわー、このダブラップも飛んでるな、ただまだ息があるぞ、あーっと、すんどらすんどら、すん
そうか、ラサクレッツでもダメ。それでも関係ねえと取れるんだ。ただ会場めちゃくちゃ盛り上がってます。そうですね、大喜び。しかも構えてるところに吸い込まれましたからね。かなり長い間構えてたんで、すごい持続だったな。これは深いテンパのジャッカラのバーンとしながらだぞ。かなりボラードがバーンとさせられている、しているという状況ですよね。強気な攻めをしていることによって勝敗はここはバーンと攻めだが無理はしない。ゲージ2つからジャンプ間に合わなかったか。投げを抜けている。まだ回復だ、回復したぞ。しかも体力そこまで減ってない、はい、ですね。しのぎましたね。ダッシュ投げ地獄の画面端、これをどうするか。よし投げ、さあ画面端は長く続いているがそこまで被弾がない。ボラードは前に出る。ここもスクリュー入らず、安定しない。バーンとか近い。どうする、カウンター2からラッシュで伸ばせばリーサルか。前に出る。さあゲージはある。残機といえどひとたまりもない。アンリーゲット最速ラッシャー、残機を軽々片手で叩きつけて2つ目の星は勝敗。ダブル2のセンター当てを軸にシャオハイがペースを握っています。しかも、まあ、いわゆるダブルアップのコンボを切っての、うん、そうですね、スクリューパールドライバーに対して対応が本当に良くて、まあ、全部バックジャンプできてますね。やっぱりダブルアップを避けることができるとね、確定ダメージ捨ててる場面もあるから、結局損しちゃいますよね。さあカウンター確認からまともやマインがついた。画面端突然のサイコ入って致命傷。そうですね、突然の致命傷。ドラッグは突然やってくる。ニープレスナイトメアガード、いやしっかりと受け止めて倒しきり。これでマッチポイントはシャオハイのベガー。どうする、ボラード苦しい状況。いやーパニッシュは危ない。これでなんとかリバで返すが、ドライブゲージを消費する。これは空中打ちくらい。あーここまだやるんかいからのダブルアップ、バックジャンプ、テンテンテン、ボディースクリュー、リーサルがあり得る状況ですかね。うわー、うまく大パン当てていく。バーンアウト狙いに行く。狙い、オフ攻めはあんまり強くないですけども十分ですね。踏む、抜ける、ダブルアリア潰して、またまた画面端中盤、ダブルに中盤当たっている。石見は危ない。いい感じだ。これは後ろには壁がある。さあ強すぎるぞ、勝敗。お見事。